です。渡辺拓磨です。放送作家の加藤です。はい、本日もね、はい、始まりました、はい、バスケットテク2、はい、ね、この番組はですね、あのぜひ小中高生若者世代にですね、ぜひ見ていただいて、はい、その番組を通してですね、バスケットボールのテクニックをですね、ぜひぜひ学んでいただいて、将来に B リーグ選手、NBA 選手を目指してほしいなというメッセージを込めております、はい、トーク型、失礼、トーク型レクチャー番組ですということですね、始めていきたいと思います。はい、もう神々でございます。いやいやいや、失礼いたしました、はい、トークテーマ、はい、本当に皆さん大好きな大好きなドリブル、ドリブルきた、ドリブルでございます。ドリブル知りたい。あんまり上手くなかったけど。ドリブル上手くなかったんですか。上手くなかったですよ。ドリブルは、ドリブルは、ドリブル以外は、はまあまあですよ。まあまあだ、まあまあ、まあ、全然低いだからね。全然低いのよ。元日本代表のくせに腰低いのよ。本当に、本当に。そう言いたいですね。そうですね。まあ本当にあのドリブルと言ってもですね、まあいろんなドリブルあると思うんですけども、今の、まあ、子たちに必要なドリブルというか、ドリブルスキル、練習とかって何かありますか。まあ練習法とかはね、今もう YouTube でもね、いろんな方がやってるんで、うん、多分一人でもできる練習にも山ほどあるから、はいはい、ドリブル自体上手い人は多分めちゃめちゃいると思うんですよ、はいはい、全国各地、うん、まあ、世界中、ね、はい、じゃあそのドリブルスキルを試合で活かせるのかっていう、活かせる練習をしてるのかっていうのが、まあ、その練習って気になるね。僕ら側から思うことなんですよね。はい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 、まあ、コーン使ってやるのもめっちゃいいんですけど、はいはいはい、じゃあそのシーンを、はい、まあ、ゲームで、まあ、そういうシーン来ました、はいはいはい、じゃあそれをやろうとしました。でも、はい、ディフェンスに触られましたボール、はい、じゃあその練習意味あったのかって。なるほどね、うん、はい、実際そのコーン相手に、まあ、イメージは見てこういう時にこれ使う、はいはいはい、でも実際試合では相手がいて、相手も手が長い、はいはい、ごつい、高い、はいはい、毎回変わるわけですよ、はい、スペーシングが違う、はいはい、じゃあその時どのドリブルを使うんだっていう、じゃああのコーンの前でドリブルで今これ抜けんのか、はいはいはい、そこに多分つなげなきゃいけないです次の世代の子たちへは。なるほど、それね、難しいな、難しい。だって鏡の前でかっこいいドリブルつくのって、はい、簡単じゃないです か, か確かに簡単です。まあできました、確かに、ね、やってましたもんね、はい、だってタブスユータ目指してましたもん。タブスユータ選手目指してたんですよ。いや、やってましたよ、ね、はい、やっぱ鏡の前で、まあ、僕も、ね、練習してましたよ、うん、まあ、僕ら、まあ、それこそ、ね、僕の大好きなジェイソン・ウィリアムズとかもそう、うん、選手もそうですし、うん、当時なんてアンドワンミックステップツアーとかでドリブルね、もう東京に、ね、出てきては DVD を母親に、ね、お願いして買ってもらって、もうそれしかないから、YouTube でもないし、NBA も見れなかったから、それ見てね、こういうの。こういうの練習してさ、あのね、ナイキの CM をね、そう、めっちゃかっこよかったんですよ。あれだったんですよ。唯一僕がね、民放から見れる知識の一つだったから、はいはい、あの、ああいうナイキの CM とかはね、はいはい、ああいうね、練習メニューとかって今いっぱい出てますもんね、うん、YouTube とかで、ね、でもそのアメリカの選手はさ、やってるけど、多分ストリートでもやってるじゃないですか、うん、だからストリートでいろんな、まあ、子供の時は大人の選手とかとやってるし、だからその瞬時にこう、なんだろう、対峙したディフェンスのこう間合いとかを、多分分かるんですよね。ああ、なるほどね。だなんで分かるかって言ったら、まずゲームでその間合いを覚えてるんですよ、うん、なるほど、試合で、はいはい、だからこの間合いの時はこのドリブル、はいはい、例えば前に落とすとか、はいはい、レッグスロー使うとか、はいはい、この間合いをまず分かんなきゃいけないから、はいはいはい、そういうゲーム感覚のドリブルの練習を入れなきゃいけないんですよ。なるほど、難しい、はい、難しい。で、はい、今そのアルバルクでも、うん、スクールとかユースもやってるけど、はいはい、その鬼ごっこって、まあ、言葉で言うとすごいなんか、まあね、そうだし、はいはいはい、子供やってそうだけど、うん、アルバルクでそういうなんですか、クリニックみたいなのがあって、そこで完成させてる練習があるってことですか。そう、ユースもやってるんですけど、それをマーカーを置くんですよね、この辺、まあ、このぐらい距離ですよ、はいはい、で、両端に、まあ、ボール1人、まあ、持って立つわけですよ、はいはい、で何メートルぐらいですか、このマーカー。最初は、まあ、カラーコーンとかですね。そうですね、うん、あんまり遠くなくていいんですよ、まあ、1.2 メーターないぐらいですかね。そんなもんなんだ、はい、そのコーンの周りで鬼ごっこするんですけど、はい、普通、まあ、そのコーンの間は取っちゃいけなくて、うん、でもこう飛んだけどこうタッチできる距離は OK。なるほど、またがなければコーンを挟んでこう立つのは OK。 でもドリブルしながら全部両方とも、両方とも、逃げる方も追いかける方も、はいはい、両方ゴンでドリブルし始めて、そのマーカーの周りを鬼ごっこするんですよ、はい、鬼をまず決めて、ほう、じゃあ最初は俺が鬼で、はい、じゃあ逃げますって、はい、追いかける周りを、はい、でもこう手
伸ばしたら避けながらやっぱ逃げなきゃいけないんですよ。なるほどね。で24秒間でどんなドリブル使ってもいいから、まあ、右も左もフェイクしたり駆け引きしたりやるんですよ。でかつ単純に、まあ、両方やってんなと思うじゃないですか、はい、でも実際はその試合の要素全部入ってるんですよ、まあ、この距離を見ながら逃げ る、はいはいはい、でタッチされたら、まあ、ちっちゃいドリブル3回してこう攻守交代するんですよ、うん、された人が鬼1個に、うん、追いかけ直す、うん、これはトランジションのも練習も入ってて、うん、で俺はそのコーンの、まあ、24秒でまあ3セットがやったらルール追加で今度そのマーカーの距離、うん、あんまりこうタッチされそうってなった時に子供ってやっぱ逃げるじゃないですか、うん、遠くに逃げちゃうんですよね。遠くに逃げちゃったらあんまり意味ないじゃないですか練習としては、うん、でその内側を鬼が抜いたらまたこれも攻守交代みたいな。なるほどね。これちょっとね、なんかやれたりしたらいいんですけどね。確かにね。実際にね。ちょっとあれですね、やっぱね、画角の問題ありますから。まあまあはい、で例えばこう子供わかんないじゃないですか。何のためやってるか。はい、ただわーわーキャーキャーって、はい、まあ楽しいんですよ、とりあえず、はい。で、途中でまとめて、じゃあ何のためやってますか、これはわかる人みたいな感じで言うと、うん、まあみんなギョドーンとしてるんですけど、大、う、体、ん、そのマーカーを多分ディフェンスとかスクリーンだと思えば、うん、やっぱブラッシングとかいいじゃないですか。はいはいはい。例えばピックアンドロールだと思ったらここ距離空けて使っちゃったら、うん、間ディフェンスが入って、ね、そう見ないよねとか、はいはい、で1個こうまた課題を加えていくと今度それをイメージしてやるでしょ、はいはいはい、でも立つされたでしょ今度、うん、こっちばっかり気に取られたら、うん、今度こう顔を上げなきゃいけない、うん、で実際フェイスアップってよく言うじゃないですか、はいはいはい、顔を上げろってね。でフェイスアップで目を下向いてこういっぱいいるんですよ、はい、顔を上げてくるこう目下向いて意味ないですねだからアイズアップって言うんですよ、はいはい、目を上げろってね。そうすると試合と同じ状況はい、なるじゃないですか。でプラス24秒の、まあ、電光掲示板をこうタイマーとかもつけるんですけど、はい、それも、まあ、コーチがピーとかじゃなくてもう、はい、子供たち全然見ろとね。なぜか試合はもう時間と見ながらやってくるので、ね、そういう習慣をつけようってやりながら、うん、ドリブルの練習だけど、まあ、まあいい、うん、時間っていうバスケットの習慣をつけてやっていく、うん、でも楽しい。その、まあ、勝った負けたみたいな。勝った負けたがあるからね。それはもう中学生でも高校生でもいいんですか。もういいですね、まあ、ミニバスからやってそのウォーミングアップでやるのもいいし、はい、でまあ、そういうドリブルのただ止まってやったりコーン使ってやった後にやったりとかね、うんうん、なるほど。まあでもこれさプロの選手でもかなり使えるメニューなんじゃないですか。そうトランジション使うの、はいはい、普通にフットワークやったら嫌じゃないですかみんな、はい、いやドリブルこれやってると、はい、そのストップアンドゴーとか、はい、その切り返しとか、はい、クロスオーバーとかもやるじゃないですか、はい、そのフットワークの練習になるし、はいはいはい、めちゃめちゃいいと思うんですよね。やっぱりね結局練習のための練習になるっていうのが一番良くない。なるほど。思ってる、はい、こうやって実践形式だったり、うん、実践をモチーフにしたこういうゲームセッションとかあって、はい、やっぱこうしたじゃこうやって考えてくれるんですけど、うん、結局そこで使わなきゃ意味ないで、それ飛び越えて次試合で使えなきゃ意味ないんで、うんはい、結局あの一人でやれるトレーニングももちろんハンドリングの練習になるけども、はい、それだけで満足されちゃ困る。なるほど。困る。それね、練習のための練習だ。例えばこのメニューやるじゃないですか、うん、うわ楽しいなって思うじゃないですか。でもミスしてタッチされて悔しいなって思うじゃん、うん、じゃあどんなドリブルミスしたのってなるわけですよ、はいはいはい、じゃあ普通の、まあ、ドリブル練習じゃあミスしたなったら、はい、じゃあちょっと出て、はい、普通の練習じゃあ練習しようよ、はい、空いてる時間とかね、はい、でクロスオーバーちょっと足にぶつけたって言ったら、うん、じゃあクロスオーバーまずやって、うん、でもう一回やってみてああなんか成功したっていうまた喜びができるじゃないですか、はい、そしたらまた練習するし、はい、でまたどんどんね楽しい上手くなる、はい、嬉しい練習するっていうこうどんどんこうそのねビルドアップ知りつもですね、うん、それをまたこうプレイヤーとしてはやっぱ自分で意識しなきゃダメですよね、はい、まあ、今のはね先生が言ってくれたら楽しいしあるんですけど、うんうん、そこのこうプレイヤーとして自己満しちゃいけないってことですよね。ああもう絶対ダメですよ。試合で使わなきゃ意味ないですか。絶対しちゃう。しちゃいます。なんか、ね、これが田臥勇太選手を超えられないって原因ですよ。いやねなんかこうできたら、はい、そうですね。そうですよ。そういうのはもうどうなんですか。もう性格の問題ですか。いやいやいや、だからそれをやっぱり伝えてあげるっていうことは、なんか昔はね、うん、こう見て覚えなさいとか感じなさいとかすごい言われてきたんですよ、うん、僕らは見て学びなさいとか、うん、でもやっぱそういうのをこう言語化してあげるっていうことが我々の使命かなっていうのは思ってますね。やっぱ当時やっぱりなかなか言語化ってしてもらえなかったんですよね。なるほど。なかなか、うん、でもやっぱ今はこうやってね言語化するツールがあったりとか、その言語化されたものをインプットするツールがあるんで、まあこういうバスケットテクニックとかあるんで、やっぱりこういうのをあのよりね学んでいただいて、まあドリブル練習、まあドリブルっていうテーマでしたけども、ドリブルのことを、まあドリブルのことは言ったんですけど、やっぱりドリブルをしながらねよりプラスアルファ必要なことっていう、もっといっぱい聞きたいことあります。そう
これまた今度いいですか。そうですね、今度また聞いていいですか。いやもちろん、もう第2回目で、第2回目ドリブルシャープ2もこれね、バスケットテクニックシャープ2ドリブルシャープ2-3みたいなことになるね。いや俺細かいことをもとにかく聞きたい。そうですよね、もっと ね具体的なこととか ね、いやでも今のもそのね、うん、距離という感じ。そうですね、間合いですよね。間合いが重要ってことですよね。じゃあ今回、はい、ドリブルについて話してきたんですけども、はい、じゃあ新岡潤からのキーワード一つ、はい、練習のための練習にするな。これでございます。来ました。じゃあちょっと拓磨さんからね、はい、秘密は。じゃあ僕からは、はい、ゲームの中で学べですね。おお、はい、なるほどね。ゲームの中で自分で感じろというか、まあ今新岡ありましたけど、はい、やっぱ自分でこう感じること人それぞれ違うんで、はいはい、そこで自分で感じたことが一番大事なんですよ、はいはい、個性をさっき言ったのは自分で、はい、自分そう個性をその伸ばすためにやっぱ自分で何を感じるかがすごい大事なんで、はい、ゲームをしながらこう自分はどう感じるかっていうのを大事にしてほしいなと思いますね。はい、はい、どうですか加藤さん、このキーワード2つ。いやもうね、こう自分の現役時代の自分に聞かせたい、はい、本当にそうだね、やっぱ、はい、これ見てる人はどっちの立場なのかなって思いますね。あ、まあね、そうですよね、まあ、俺もやってるぜって思ってる人がいるから、はいはい、マジか、マジもうここまで高校まで来てしまったとそうですね、はいはいはい、俺だからそっち側も多いんじゃないかなっていうか、はいはいはい、ね、若い子はねまだ路線変更できますけど、うん、あちょっとな、まあでもちょっと痺れますね。ちょっとずつやっぱね、ちょっと心が崩れてますもん。崩れてる。悔しい。いや今からでもね。本当に出会いたかったもん。もう今からでも遅くないですから。タブス憧れのね、タブス優太選手、ネバートゥーレイトっていうね、あの本出しますから。今でも遅くないですから。なるほど。今でもやってますからね、タブス優太選手。ね、まだ元気ですから。僕らもね、音もしましょうよ。はい、ぜひお願いします。はい、ということですね、バスケットテクニック、ぜひね、ご興味持っていただけましたら、ぜひ SNS でシェア、そしてチャンネル登録等よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。